ディエゴ・アルベルト・ミリートはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州ベルナル出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。愛称のエル・プリンシペは80年代から90年代に活躍した元ウルグアイ代表で CA リーベルプレートに在籍したスターエンツォ・フランチェスコ・リニヨー姿がそっくりであることにちなんでいる。 アルゼンチンのビッグクラブのラシンクラブの歴史において最大のアイドルの一人とされている。同じく元サッカー選手のガブリエル・ミリートは弟。なお、祖父母がカラブリア州、コゼンザ県テラノーバダシーバリ出身であるため、イタリアのパスポートも有するイタリア系アルゼンチン人である。1979年に彼が生を受けた時、父親はディエゴ・アルマンド・マラドーナにあやかって、 ディエゴ・アルマンドと名付けようとしたが、妻や親族に反対されたため、ディエゴ・アルベルトという名になった。家族中が、CA インデペンディエンテのサポーターだったが、弟のガブリエルに対するライバル心からラシンクラブを応援するようになり、9歳でラシンクラブの少年部に入団した。14歳で9軍に入団し、1998年に4軍でリーグ優勝したことから1軍に昇格し、 1999年12月11日にトップチームデビューを果たした。2001年のアペルトゥーラでは35年ぶりのリーグ制覇に貢献した。アルゼンチンでの実績を買われ、2003から04シーズン途中にセリエ B のジェノア CFC に移籍すると、翌シーズンは39試合に出場し、得点ランク2位の21ゴールを挙げて、 クラブを10年ぶりのセリエ A 昇格に導いた。しかし喜び持つかのま、クラブに八百チ疑惑が起こり、ジェノアはセリエ C1 降格を余儀なくされた。2005年夏、弟のガブリエル・ミリートが所属するスペインのレアル・サラゴサへ移籍した。クラブはクラウディオ・ロペスと合意間際だったが、開幕直前にディエゴ・ミリート獲得に焦点を絞り、 まさに遺跡市場の閉まる2005年8月31日に遺跡金200万ユーロで遺跡が決定した。買取オプション付け2年間のレンタル遺跡であった。すでにシーズンが開幕しておりアウェーでアトレティコマドリードとスコアレスドローに終わっていたサラゴサに決定力のあるフォワードが欠けていることは誰の目にも明らかだった。トップチームには FC バルセロナのカンテラ出身で まだ若かったセルヒオ・ガルシアとボルシア・ドルト・ムントから移籍してきたエベルトンの二人のフォワードしか在籍していなかった。この状況下で彼はサラゴサに素晴らしい功績を残し移籍金1200万ユーロでバレンシア CF に移籍したダビド・ビジャの代わりを務めなければならないという厳しい立場に置かれることになった。2005年9月11日の第2節バレンシア戦で リーガ・エスパニョーラにデビューした際はゴールすることができなかったが、第4節の CA を指すなとの試合であげたゴールが、サラゴサのユニフォームを着て、ホームのエスタディオデラ・ロマレーダであげた初のゴールとなった。最初のシーズンに早くも15ゴールを記録し、ファンの心をつかんだ。2006から07シーズン、2人のアルゼンチン代表、パブロ・アイマールとアンドレス・ダレッサンドロが加入すると、調子がさらに上向き、 スペイン人好のみの攻撃サッカーを標榜するビクトル・フェルナンデス監督のもと通算23ゴールを挙げてクラブを UEFA カップ出場へと導いた。しかし2007から08シーズンは自身は安定した結果を出しつつもブイ・ヴィフェルナンデス監督やダレッサンドロとの確執や監督の解任、ディフェンスラインの不安定さなどの悪条件が重なりクラブは迷走を続けた。 2008年4月に、左足首を痛め一時は招集メンバーから外れたが、それまで15ゴールを上げ長く得点ランキング2位を保っていた。足首の怪我が感知しないまま戦線復帰するも結局、それ以降1点も記録することができず、最終節の5月18日に5年ぶりのセグンダ、リビシオン降格が決まった。2008から09シーズンには、ジェノア CFC へ、レンタルで復帰。 ミリーート本人も降格処分となって移籍して以来、ジェノアを気にかけており、創思想愛の復帰となった。ジャンピエロがスペリーに監督率いるジェノアは攻撃の中心にミリーートを据え、得点を量産した。第15節、UC サンプドリアとのジェノバダービーでは、決勝点を記録。最終的にチームは5位となり、UEFA カップ出場権を獲得した。同シーズンは、 ボローニャ FC のマルコ・ディバイオと並んで24得点を記録し、ズラカン・イブラヒモビッチに次ぐ得点ランク2位となった。常に FW として安定した結果を残した回評価を得ながらも優勝を狙えるクラブでプレーをしないまま30歳を迎えたが2009年6月29日にインテル・ミラノへ移籍した。2日後に移籍を決めたジェノア時代の同僚であるティアゴ、モッタとは再び、 チームメイトとなった。2009から10シーズンは、ジョゼモーリーニョ監督から絶大な信頼を受け、ほぼ全試合にスターティングメンバーとして出場。サミュエルへと、ゴランパンデフと3トップを組み、インテルのエースストライカーとして活躍。また圧倒的な勝負強さを誇り、チェルシー FC や AC ミラン、FC バルセロナ等のビッグクラブ相手にゴールを決めた。 国パイタリア決勝戦の AS ローマ戦でも決勝ゴールを挙げたミリートはセリエ A 優勝がかかった2010年5月16日の a c エーナ戦でも決勝点を挙げ間違いなくキャリアで最も重要なゴールだと語ったこのシーズンはチームトップリーグ2位の22得点を挙げた2010年5月22日にサンティアゴ・ベルナベウで行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、バイエル・ミューンヘンから2ゴールを挙げ、チームを優勝に導き、UEFA 年間最優秀選手賞を受賞した。2011年1月、オスカル・デル・カルチョの最優秀選手賞と、最優秀外国人選手賞を W 受賞した。2010年8月9日、ハビエル・サネッティと共に新契約にサインし2014年まで、契約を延長。 2010から11シーズンには負傷の影響もあり5得点に止まったものの2011から12シーズンには24得点を記録し得点ランキングで2位となった2013から14シーズン限りでインテルを退団2014年6月18日フルスラシンクラブに復帰した復帰した2014シーズンはキャプテンとして若いチームをまとめ上げ ラシンを13年ぶり17度目の優勝に導いた。2015年12月、半年後に現役を引退する意向を表明した。現役最後の試合となった2016年5月21日の CA テンペルレー戦で PK による先制ゴールを挙げ2から0での勝利に貢献。試合後には引退セレモニーが行われ、4万5000人の監修の中で涙を流した。 同年8月には、羅針の本拠地、エスタディオ・プレジデンテ、フアンドミンゴ・ペロン近くの道が、ディエゴ・ミリート通りと命名された。2002年に、アルゼンチン代表に初招集され、ウルグアイとの試合で代表デビューした。幼い頃から注目された弟に比べると一時代表から、遠ざかる時期もあったが、2004年と2006年に、再招集を受けている。 2006年のドイツワールドカップ出場メンバーには選ばれていない。翌年のコパアメリカ2007には招集され、7月2日のコロンビア戦でゴールを挙げた。しかしアルフィオ・バシーレ監督の大型フォワードのファーストチョイスはエルナン・クレスポであり、バシーレの公認となったディエゴ・マラドーナ監督下においても、リオネル・メッシ、セルフィオ・アグエロ、カルロス・ステベス、ゴンサロ・イグアインなどいずれも、 ビッグクラブで主力として活躍している選手がいるため、出場機会は限られたものであった。2010年の南アフリカワールドカップでは、背番号19で代表入りを果たし、グループリーグ初戦のナイジェリア戦の後半34分に、途中出場、第3戦には先発出場した。ディエゴとガブリエルのミリート兄弟は、レアルサラゴサでの2シーズンを除き、子供の頃から常に、 別々のクラブでプレーしていた。ディエゴが羅針に所属していた当時、弟はライバルの CA インレッペンディエントに在籍しており、2003年3月9日のクラシコでアベジャネーダにおいて兄弟による対戦が実現した。試合中ペナルティエリア付近で弟が兄を倒し、ユニフォームを使われたと兄が弟の退場を要求。弟に出された。 イエローカードをめぐって兄弟が激しく言い争うシーンが見られたが結果は1対1の引き分けに終わっている。試合中二人がずっとのしり合いを続けスタジアムの体感衆と何万人もの TV 視聴者の前で兄弟喧嘩をしたことで観戦に来ていた母親は怒りスタジアムを退出した。この時彼女は兄弟のガールフレンドたちと一緒であり、 穴があったら、入りたいほど恥ずかしかったという。四軍に2年半在籍し、プロデビューを果たしたのは20歳の時であった。インテルを退団する際には、中東やアメリカ、マレーシアなどから高額のオファーが舞い込んだがすべて断り、母国の羅針クラブに復帰することを選んだ。2014シーズンの終盤、2CA、リーベルプレートとのホームでの直接対決では、決勝点となる。 相手のオンゴールを誘うシュートを打ち、俺はこのゴールを決めるために帰ってきたんだとコメントし、サポーターを感動させた。この勝利によりラシンはリーベルを引き離し、同シーズンに優勝した、インテルでプレーする、ミリート。ありがとうございます。